スをあげるよ。今気づいたのに、どんな言葉でも足りない。からワンツースリーフォー、ゆうちゃんお誕生日おめでとう。これはゆうちゃんのお箱です。皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。当たり前すぎるくらい友達の時間が長かったせいで、あなたの癖が性格だって他の子より知ってんの。ああ育児だして恥ずかしい、友達と